どうも、三平です。今日は9月9日水曜日、大阪市内に来てます。というのも僕がリスペクトする、方、トレーニング仲間の方と一緒にトレーニングするために来てます。で、まあね、まあ、横にいらっしゃるんで紹介します。どうも、ドムです。ドムさんです。ドムです。現役バレエダンス、いろいろダンサー、ダンサー、俳優、俳優、フィットネストレーナー、はい、何でも屋さんです。やばいっす。まあ今日はね、ゆるく撮っていこうと思うんで、なんかカリステニクスの魅力伝わればなと思います。いきましょう。ドムさん、身長が174で71 71キロ、ケージやばいよ。いや、背筋すごいっすね。やっぱそのプル系あんましてないんですよね。してないです。ハンドスタンドでその背筋はできてると。プッシュばっかり。あ、プッシュばっかり。これが、体操選手かは177cm で、今朝は 70.6kg でした。あ、俺ちょっと軽い。で、まあ、こんなボリュームやべえ。まず、絶対どのさんの方がいや、でかいでかい。うわ、腹筋羨ましいわ。やば。横に手を広げた長さと身長が同じ高さになるんやけど、はい、俺の場合は手がめちゃくちゃ長い。こっちでやってもらっていいですか。はいはい、それね、床に手を置いて、はいはいはい、胸に置いて、うん、ここやろ、はい、立つやろ、これぐらいじゃん。なるほど、これぐらい。お前めっちゃ手長いから神秘とかめっちゃ楽。なるほど。ただ、あれですね、その釣り輪の向いたら、そう、こういうのは不利なんですね。十字はしんどい。確かに、確かに、確かに。でも、カリステニクスとかでもそういうバー系とか釣り輪強い人ってやっぱ腕短い人多いですもんね。うん、だってめっちゃ楽やん。楽っすね。ストラドルの神秘、もっとお尻が手のひらの上にお尻、そう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 、ナイス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 。で、足を持ち上げる前にまずはお尻が乗るまで待つ。足閉じない、それまで。足開いたままで手のひらの上にケツ持ってく。あ、足からいって、それ上水平やな。僕がやってたのが、三平くんやってんのはこっから、ああ、うわ、これ上水平の力で。上水平はプランシェのことですか。プランシェ、あ、はい、じゃなくて、まあ、そういうやり方もええねんけど、ここから背中伸ばす。なるほど、はいはい、ビューティフォ
僕にじゃあ足りないのは何ですか？柔軟性。柔軟性。うい。絶対ね、柔軟性は今すぐ変わんない。そう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 。せあ、惜しい惜しい。いい感じやで。前できてたのに。じゃあできる。最近やってないから。では次ハンドスタンドプッシュアップ、まっすぐで、あ、はい、もうまっすぐですね、足から頭まで。やっぱ反っちゃうね、はい、こういう押しから途中でこうなるから、うん、体がこうつってて、この向きのまま押したい。あー、やっぱじゃあ僕肘が開いちゃってるんですね。うん、言うたらなんかずっと肩こういうポジションで、うん、むしろそれ意識してました。ちゃうんすね、こういうポジションで押せたらいいと、はいはい、今ここまでよくって、はい、こっからこう開いていっちゃってるから、肩甲骨が寄っちゃ、寄り気味ってことですか、うん、で寄ると要は胸が開くから背中反っちゃう。手は若干外向き、受けてます。いやもうちょい外やね。え、こうですか。うん、ナイス、そのまま。僕が思ってるのは、うん、肩関節も肩甲骨下げる、うんうん、寄せるよね。この状態でこうやって逆立ちしてる。はい、でも普通の逆立ちの状態は、うん、こうで、はいはいはい、でプッシュアップ、下がるときに一回こうして、こうそっちやね、当てます。うん、で上げるときもそのまま維持したまま上げる、うん、はい、これが僕はちょっとこうなります。イエス、梅さんに教えてもらったんでやってみます。泣き気味、はい、いい感じですよ。で、こっからちょっとこうしますね、少し斜め、はい、ナイスナイス、その方向で、肘その方向で押す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 。無理やったんで壁からやり直します。壁からやり直します。はい、
はい、まあそんな感じでした。お疲れでした。いろいろ教えてもらってありがとうございました。ありがとうございました。では